はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。はい、新入社員がすぐに辞めない、新入社員教育5つのポイント、今日はこれについてお伝えしたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、新入社員を育てるのに、何が必要なのか、またですね、そのために何をすべきかが分かります。また、これはですね、新入社員だけではなくて中途採用やパート採用でも新人を受け入れる上では全く同じことが言えます。そして採用担当の方だけではなくて現場の受け入れが、これが大事ですので、現場の皆様にもお役立ていただける動画になっておりますので、最後までぜひご覧いただきたいと思います。さあ、年が明けるとですね、新年度のこともそろそろ考え始める頃です。そして新年度といえば新入社員が入社してまいります。最近ですね、その採用担当の方にですね、お話をお伺いすると、もう最近のですね、新入社員はもう何かちょっと嫌なことがあるだけでもう我慢できずにすぐ辞めてしまうんだよとかですね、近頃の新入社員はもう保守的で、もう言われたことしかやらない、主体性に欠けるんだよといったことも耳にするわけです。しかしですね、これから少子高齢化はですね、ますます進んでですね、労働人口というのはどんどん少なくなってきてくるわけですね。で、新入社員が辞めずに長く戦力として働いてもらうということはですね、これから企業にとって重要な施策になるわけです。それではどのようにすれば新入社員は辞めずに早期戦力化ですね、できるのでしょうか。今回の動画では新入社員を育てる、5つのポイントを特別にご紹介したいと思っております。さあ、それでは早速参りましょう。まず1つ目ですね、組織的な需要、意外にこれが大事なんですね。新入社員はですね、もう不安と期待に胸を膨らませて、いるわけです。で、重要なのはこの職場に馴染めるかどうかというのはですね、新入社員にとってはですね、大きなポイントになるわけですね。で、先ほどもお話した通りですね、ここの職場はちょっと違うなとかですね、いや自分にはこの職場は合わないんじゃないかなと思われてしまったらですね、もう我慢できずにですね、すぐに退職してしまうようなケースも、実際多くあるわけです。したがってですね、まず大切なのは組織的な需要なんですね。自分がみんなから歓迎されているかどうかということがですね、新入社員にとってはとっても大きな問題だということを認識する必要があります。これはですね、あるホテルの事例なんですけれども、あるホテルの社長からですね、もううちのホテルはもう新人が入ると入社するともうすぐにもう辞めてしまうんだよ、船坂さん、なんかうちに問題があるんですかねという相談を受けたことがあるわけですね。私がですね、いろいろ現場でヒアリングしたりとかいろいろしながらこう調べてみるとですね、まさにこの組織的な需要に問題があることが分かったわけです。それは具体的には何かというと、新人が例えば入社してもですね、その新人をですね、他部署への紹介もしなければですね、入社その当日のですね、その職場内での関係ムード、歓迎のムードもなくてですね、周りの部署からはですね、もうなんかあの人誰なんだろうねみたいなことを言われるぐらいな雰囲気だったわけです。ではこれではいかんということで、もう幹部を皆さん集めてですね、もうこれもなんとかこれ変えないと、もう人はもう入ってはやめ入ってはやめとなってしまうよという中で、いろいろこう対策を考えてですね、それからまずは職場でですね、新人が入社する、その入社のする日には歓迎のこう飾り付けをしたりですね、ようこそ何々さんみたいなことをやったりとかですね、あとはやっぱり所属長が他部署を回ってですね、こう紹介して回ったりとかですね、あと従業員食堂に新人のプロフィールを貼り出したりとかして、みんなに新人の人柄が分かるような工夫をしたりしたわけですね。そうしたところですね、この新人の離職の問題というのがなくなったわけです。このようにですね、新人をウェルカムに受け入れて組織的な需要をするということはですね、まず最初のステップとしてはとても重要なんです。そして2つ目ですね、現場教育 OJT の体系化になります。総務なのでですね、入社の手続きをしたり、企業によってはですね、
導入研修というものがあってですね、社会人としての、まあ、基礎を教える教育を行っているというところもありますけれども、それ以上に重要なのが部署にそれから配属されてからのその現場での OJT が実は重要なんですね。この話をするとですね、あ、皆さん安心してください、うちはもうブラザーシスターの仕組みがあって、もう先輩にですね、もう新人とがついてですね、マンツーマンで教育してるんで大丈夫ですといった声が聞かれるんですが、実はそこに問題があるんですね。あのブラザーシスターの仕組み自体にはあの問題はないんですけれども、問題なのは OJT 自体にですね、その計画とカリキュラムがないというのが、これが問題なんですね。で、大切なのはですね、いつまでに何ができるようになればいいかという計画と、それができるようになるまでのプロセスというのを、まあ、見える化することなんですね。しかし現状はですね、カリキュラムがなかったり、まあ、その場その場の場当たり的な教育が行われているということが現状としてあるわけです。なので新人はですね、もういつまでにもう何ができれば私はいいんだろうかということをですね、もう分からずにですね、暗闇もをですね、明かりも地図もないままに、まあ、先輩に教えられるままただメモを取って覚えていくというケースが多いんですね。まあ、特に今時の新入社員はですね、この情報収集力には長けているわけです。もうスマホを使ってですね、いろいろなまあ検索をしたり情報収集するということは得意なんですけど、ただ答えがわからないものに対してですね、順応するというのが苦手なんですね。したがってその日の実務をメモを取りながら覚えるといったスタイルではなくてですね、まず最初にまあマニュアルのようなですね、教育ツールを整備してあげて、それに沿って体系的に教育する方がストレスなくスキルアップにつながるということになります。まあ、それに教える側もですね、もう実務もあってなかなかこの教える時間が取れないという、まあ、そういう環境がありますので、それが自習できるツール、まあ、新入社員が自習するツールにも活用できるので、まあ、これは早期戦略化にもつながったりもするわけですね。このようにいつまで何ができるようになるかというゴールを明確にすること、それをトレーナーと新人が教育して、そのゴールに向かうプロセスであるカリキュラムに沿って計画的に順調的に教育していくことが、現代の新入社員教育、新人教育には求められるということになります。そして3つ目が企業理念を落とし込むということですね。この企業理念というのはですね、自社が目指す事業の目的が記されているわけですね。その目的をしっかりと新入社員に落とし込まずして、自社の目指す人材にはまあなり得ないということになるわけですね。で、自社がどのような考え方でどのような価値観を大切にしているのかといったことをですね、一方的に伝えるだけではなくてですね、企業理念について考えさせる、あるいは話し合わせるといった教育も必要なんです。まあ、したがってですね、企業理念をもう覚えるだけではなくてですね、企業理念に沿った行動ができるところまで教育するということが重要になります。まあ、それにはですね、企業理念にある、例えばですね、キーワード、例えば企業理念の中に感動というキーワードがあればですね、自分にとってお客様への感動の提供とは、自分の仕事に実際置き換えた時に具体的にどんなことが考えられるかということを考えさせることで、それをあるいは癖づけることでですね、自分自身のこの行動が変わっていくということになるわけですね。そうするとですね、例えばさっきの感動というキーワードでしたら、あ、じゃあ感動か、そうか、じゃあお客様に言われる前に一歩先のサービスをすること、これが自分にとっての感動のサービスなんではないかという答えが出ればですね、そのスタッフはじゃあ受け身ではなくて主体的に自分ができることを探してですね、前のめりで一歩先のサービスをするという人に育ちますし、例えばですね、あるスタッフは、そうだな、感動、あ、そうだ、お客様の名前を覚えてお客様をお名前で呼ぶようにしようという答えが出ればですね、そのスタッフはお客様の名前を一生懸命覚えて、努力してでお呼びするようになるわけですね。このようにですね、具体的な、ただ感動っていうのが大事だなっていうことを、ただそれをですね、共有するだけではなくて、具体的な行動にまで落とし込んで初めて、企業理念としての落とし込みになりますし、それがですね、定着して文化になっていくと、その企業ならではのサービスになります。すなわち他の企業との差別化にもつながっていくということになるわけですね。なので非常に重要だということです。はい、では4つ目ですね、続きまして、これがですね、ホスピタリティマインドの醸成ということですね。
サービス業に就職する、新入社員の多くはですね、自分の仕事を通じてお客様に喜んでもらいたいという思いが強い傾向があるんですね。学生と違う社会人としてももちろん厳しさを教えることも大事なんですが、それ以上にですね、この仕事の素晴らしさだったり、この仕事の意味、意義を理解させることはもっと実は大事なんですね。これからどんな辛いことがあってもですね、自分が何のためにこの仕事をしているのか、あるいはですね、この仕事は社会にとってどんな意味があるのか、これをですね、理解して、その新入社員のこの内なるエネルギーを引き出すことで、どんな困難でも乗り越えられる人材を育成できるということにつながっていきます。それにはですね、やっぱ大事なのはこのホスピタリティの考え方、お客様の喜びや幸せにこう貢献するというこの考え方ですね。この価値観を共有して、自分たちが何をすることによってお客様あるいはですね、会社に貢献できるのかを考える、この時間ですとか先輩たちがこれまで取り組んできたこと、あるいは一番いいのはですね、このお客様からいただいたアンケートの、例えばコメントですね、喜びの声なんかをですね、共有するとですね、この仕事はこんなに素晴らしい仕事なんだとかですね、私の先輩たちはこんなにお客様から素晴らしい声をもらってるんだということにつながってですね、新入社員の大きなモチベーションにつながったりもいたします。はい、非常に大事ということですね。で、最後5つ目、これはですね、自ら達成したくなる目標設定をするということです。ここではですね、これからの業務的な知識や、スキルを身につけるといった目標設定だけではなくてですね、この仕事を通じて自分がどんな人間になりたいかといったですね、この内発的動機づけを促す、なりたい自分をベースとした目標設定が重要なんですね。あるホテルマンはお客様からあなたに会いたいと、会いに来たと、言われるような、ホテルマンになりたいと言ってました。あるシェフを目指している、新入社員の子にもですね、どんな、なりたい自分があるのって聞いたらですね、お客様を自分の料理で笑顔したいって言ってました。このようにですね、自分がなりたい自分になれた時、自己満足ではなくて誰かの喜びや幸せにつながっていること、それも踏まえた目標設定をするということが重要なんですね。特に最近の、新入社員たちはですね、待遇よりも承認を重視する傾向があります。この仕事を通じてお客様や会社や社会に貢献することで自分自身が承認が得られる、そのことが実感できるということを非常に重要視する、新入社員が、若者が多いんですね。このような目標を設定することがですね、新入社員の内発的なエネルギーを引き出して自発性を促す上でもとても重要だということになります。以上ですね、5つまとめますと、1つ目が、組織的な需要を、図るということ、2つ目が現場教育 OJT を、体系化する、3つ目がですね、企業理念を覚えるだけではなくて落とし込む、4つ目がですね、ホスピタリティマインドを、醸成する、5つ目がですね、自ら達成したくなる目標を設定するということになります。なんとなくですね、教えるということではなくて、このような意図を持って戦略的に教育研修を企画設計することでですね、早期の退職者をなくすだけではなくて、これだけ大切にしてもらっているということが、新入社員にはやっぱり伝わるわけですね。すると、自社へのロイヤリティややる気の向上、早期戦力化に必ずつながるはずなんです。弊社ではこのような新入社員の教育のサポートもさせていただいておりますので、興味がある方はですね、概要欄からホームページをご覧いただきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このチャンネルではサービス業で働く、あなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。またザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティングサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧ください。またですね、私の新刊著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なことですね、こちらですね、接客サービス業のリーダーのマネジメントのエッセンス、このですね、新人を育てるというようなことも含めて56項目書かれております。こちらも概要欄に、詳細が載っておりますので、よろしければご覧ください。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして貢献を喜びに変えるこのホスピタリティで素敵な一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。